て6組目はハンサム金魚さん、芸歴3年目、タクシーで今年乗せたお客さんで一番面白かったですこんなに笑わせてもらったことはありませんと言われる。気になりますね。行きましょう。ハンサム金魚さんです。どうぞ。どうも、平山と寺田でハンサム金魚と申しますね。ぜひ顔と名前だけでも覚えて帰ってくださいね。お願いします。お願いします。おい、顔の覚えられまちすんな、おい。どうも、寺田でした。待て、お前どこ行こうとしてんだよ。いや、もう帰ろうと思って。本当に顔と名前だけ呼ばれたい人かい？はい。珍しいね。ああ、そんな人いるんだね。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でしたとはならないよ、おい。戻れ、おい。寺田、戻れよ、おい。いや、寺田の下半身戻れ。どうなってんだよ、お前。下半身に主導権握られてんのか、お前。そうみたいです。そうみたいですじゃねえよ、お前。ちゃんとやれよ、お前。すいません。でも今日はバッチリです。まあ、バッチリっつっていつもセリフとかめちゃくちゃ間違えてんじゃねえか。いや、今日は本当に飛ばしません。できんの？いっぱい予習してきましたから。あんま言わないで。力抜いてやりたいから予習してきたって言わないでよ。わかりました。今日はバッチリです。あ、行きましょう。行こう。突然なんだけど。て、こら。犯罪中に携帯使うのおかしいでしょ。こりゃいけねえ。分かればいいよ、お前。それで突然なんだけど、財布を拾うと自分の中に天使と悪魔が出るなんて話を小耳に挟みまして。おいおいおい、お前の小耳13センチあるんだな。ずいぶん大きな小耳だこと。で、おい！てか、漫才中に水飲むのおかしいでしょ。飲まなきゃ死んじゃうだろ、お前。てか、お前漫才中に小道具使っちゃダメでしょ。あ、こりゃいけねえ。分かればいいよ、お前。それで、私気になることがあるんだけど。どうしたの？財布を拾った時に、自分の中に本当に天使が出るか不安なんですよ。いや、大丈夫、出るでしょう。不安だな。まあ、実際拾えば出るんだって。と、うん、じゃあちょっと財布持ってます？持ってるよ。持ってねえやつに出会ったことねえよ、まだ。あ、そうですか。じゃあちょっと拾いたいから財布落としてください。俺の財布？はい。やだよ。え、いや、落としてください。やだよ、俺の財布でしょ。はい。やだって。いやいや、財布拾いたいから落としてください。なんでそんなこと言うんだよ。いや、だから、うん、拾った時に自分に天使が出てくるか知りたいから、うん、落としてください。やだよって。え、まあ、ここでええって言えるのは、お前、財布を落とした人の気持ちがわからないからでしょ。一回財布落とした人の気持ちになってごらんよ。はい。ああ、じゃあいいですでしょ。飲ました。さあ、梅ちゃん、もうちょっと言葉か。すごい複雑な気持ち。複雑なことをやってるからです、今日。どう、このネタをネタ見せとかで、はい、出したらどんな感じなの？いや、もうだいぶ目合わせてくれたんで。まあ、もうちょっと荒かったんですけど。地上はもう、おじさんもこのネタで言ってんだ。オーディションにまず行かないんですよ、僕ら。
事務所がその何組かお嬢行ってこいっていうふうにするんですけど、はいはいはい、そこに選ばれない3年間今度勝手に行ってみようか食べたいシュールなやつで勝手に行くねんネタ見せ、俺らも行ってたもん勝手にネタ見せ俺読売テレビに電話してネタ見せしに行ったのよ、うん、自分で電話されて自分で電話してすごいな今多分つまみ出されると思うわ独特なネタ作って行ってくださいよ作っていこうよね続いて節子さん芸歴14年目椎茸子花が桃のおじさん二の腕パンパンおじさんなどハートフルなキャラクターを次々に繰り出す女性ピン芸人節子はもうよく知ってます僕もはい、はい、ちょっと楽しみですね、 ですねはい行きましょうどうも海からやってきたタイのタイちゃんです今日はタイちゃんがタイちゃんの歌という動画の曲を作ってきたのでそれを一緒にみんなで見たいと思いますそれではスタートタイちゃんの歌見たい見たくないいかがだったでしょうか。それではラストの曲になります。あれ？それではご覧ください。タイちゃんの歌。気をつけて。この企画で初めて後悔してるぞ手応えはいやあのバッチリでしたうわーそうやろうなもう満を持してこれ20万で作ってます20、それ20万かかったの知り合いの芸人で、うん、サンミュージックの新鮮な卵のハイジ君っていうのがいるんですけど、はいはいはい、その子に作ってもらいましたへえ。あもうずっとこれをやってるわけじゃなかったんだ最近始めて、うん、でこれで R1 に出ようと思ったんですけど、うんうん、芸歴制限ができて出れなかったそうか他はどういうのなんかあったりするの単壺抱えたカウガールそれ1回だけでした単壺抱えたカウガールはいすごいな、まあ、ベタなんないでしょベタなのはありますあの能面が取れなくなった女子高生っていうコントがあってだいぶエキセントリックやね本当ですかそっちのネタは受けはいいの能面が取れへんまあ同じぐらいですねいやすごいですねぶっ飛んでんな14年もそれをやってんねんもんなそうなんですよ日差しが見えません
8組目は仲良しさん、芸歴6年目、ネタと2人の人間性はオアシス光浦さんも大絶賛とのことです。仲良しさんです、どうぞ。すいません。はい、あ、注文、あ、ご注文お伺いいたします。はい、キャラメルマキアートを1つ。キャラメルマキアートを1つで。はい、かしこまりました。少々お待ちください。はい、お願いします。いや、ここのキャラメルマキアート美味しいって評判いいんだよね。楽しみだな。お待たせいたしました。はい、ごゆっくりどうぞ。ネタとか最初分かれへんやん、2人の中で面白いなとか なっていざネタ見せしてみたら全く通じひんとかさ。なんかオーディションとかでも、うん、なんか評判良くて、おうおうおう、大体その数あるそのネタパレとか面白そうとかでも、うん、1回は突破するんですけど、うん、そっからダメっていう毎回、うん、なんか1回はいけるけど全部どこにも出せない。もう1回見せてって言われて、もう1回見せて、あ、ダメダメってなる。いかにこの大きい布団を本番前に見せないようにするか。2回ぐらいでおしまいなんで、1回限定なんで。続いて9組目はヘンテコボーイズさん。あ、芸歴2年目、1年目の時にドラマ時効警察にコンビに出演し、ドラマ内でネタを披露、演技派コンビとなっております。それでは9組目ヘンテコボーイズさんです、どうぞ。いや、念願の庭付きのマイホームを手に入れた。こうやって休みの日、庭に出て青々とした芝生見てるだけで癒されるな。待てー、モンシロチョウ待てー。え、はぁ、素敵なお庭、私、お花植えるの。お花植えないでください。誰ですか。あ、おはようございます。私、
隣に住んでる者です。お隣さん不思議な人だ。私ガーデニングが趣味なの。そんなこと聞いてないです。だからお花植えるの。やめてください、やめてください。理由になってないです、やめてください。なんで私花すっきゃねん。いや関係ないです、迷惑です。花すっきゃねん花すっきゃねん花好き。気持ち悪いこいつ。花好き。気持ち悪い。キモいなお前。ちょっと悪口ばっか言って、近隣トラブル起こす気？どの人が言ってんですか。あ、近隣トラブル勃発中だ。勃発してないです。勃発？勃発じゃないです。勃発、勃発出てってくれれば終わるんで。あ、もう勃発もぶっ飛ばす。ぶっ飛ばす。ぶっ飛ばします。これはもう喧嘩だ。喧嘩だ。やるしかない。よいしょ。ほら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 ガチャン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 。あんたなかなかやるわね。今度は私の番っていないんかい。ピュなんかテクノが聞こえない。私からテクノ鳴ってる。私戦いに敗れてテクノの鼓動で蘇った DJ テクノおばさんだもん。花好き花好き花好き。あ、お花畑が見えてきた。あ、お花さんも踊ってるわ。いかがでしたか。今日は皆様をテクノトリップの世界へお連れいたしました。どこかでまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。終わりです。もうこれね、もうめちゃめちゃわかんねん。もう良い子もね、オチとかなかったから終わりが分かれんから、俺もようネタの終わりに終わりですって言ってた。で、わー終わりかいみたいな笑いをよくされてたのよ。すっごい懐かしかった今。いやちょっと最後なんかアンコール待ちなのかなと思って。もう一回言ってやろうかなっていう。ツッコミをやってはった方がもういなくなってたんで、はいはい、それでいいのかなっていう不安もありましたし、あのなるべく舞台にいたくない。嘘でしょ。初期の頃のあるのもそんなことばっかり出たね。マジで一緒ですね。じゃあほぼ一緒一緒、はい、あいつも舞台に降りたくないって言って、はい、あの袖で影穴でやらせてくれって。全く一緒ですじゃん。地上波とかのオーディションとかではどうですか。いやちょっとなんか専門外だって言われることが多いですね。なんかあんまり俺も言われ慣れへん言葉やけど、このオーディションではちょっと扱ってない。ちょっと我々の専門外なんで。すごいね。僕らもまあじゃあしょうがない。まあ違ったんだな、まあ。すげえ。あれでもほんまめっちゃ言ったもん。デビューのテレビの時にネタやる一本のネタがあいつすりガラス越しやから。あれの。すりガラスもなんか嫌やってんやろな。うんうん、なんか目指し帽かぶったもん。さらに最後10組目は日の子さん。お結成3年目、ネタはすべて中谷さんが作っていると、はい、で田原さんはかなりポンコツでネタを覚えられない。一本覚えるとその前に作ったネタを忘れるので持ちネタが一本しかないだそうです。一本やべえやつじゃねえかよ。かなりやべえやつ来てんじゃん。最後にやばい。まあ、へかちょ覚えたてのネタ見てみるか。そうですね、はい、行きましょう。それでは10組目日の子さんです、どうぞ。はい、どうもー、日の子です、お願いします。俺この前初
初めてひったくり見たんだけど。ひったくり？マジで？歩いてるおばあちゃんの荷物を俺の目の前でひったくってさ。いや、すごいとこで食わせたな、お前。俺もめっちゃびっくりしたんだけど、体がとっさに動いて、そのひったくり捕まえたのよ。マジ？いや、普通すごいやんけ、田原。で、そのひったくり、俺んち連れて帰ったはいいんだけど。連れて帰った何あげたらいいんだろう。おい、ひったくり買うなよ、おい。何食べるんだろう。何食べるんだろう。いや、普通に牛とか豚食うやろ。こと丸ごとのわけねえやろ、おい。人なんやから調理すりゃ食うやろって。お前さ、ひったくりが人のわけないだろ。どういうこと。おばあちゃんの荷物をひったくるような下道は人じゃねえよ。同じくらいお前も下道やぞ、おい。ご飯分からなかったから半額の惣菜と金麦とタバコあげた。飛びついたろ。もう犯罪者が口にしたいベスト3やんけ、おい。今度お互いのひったくり持ち寄って戦わせようぜ。カブトムシか。勝ってるわけねえやろ俺が、おい。ってそうだ、名前つけなきゃと思って。いや、ついてるやろ。町田真嗣ですって言ってた。ほら、町田真嗣やんけ、おい。それはひったくりする前の名前な。ひったくりして俺が捕まえたからまた名前つけなきゃ。おー、ひったくりでそれやっちゃダメやってな。適当に名前言って半のあったやつを名前にしようと思って。その方式、ここもかさくらきなこって呼び続けて半のあった名前が町田真嗣で。何やったやその時間、おい。だから名前町田真嗣にした。ひったくりに名前付け直すなよな。でお前家でひったくりを買うなって。そうだよな。 お母さんにひったくり買ってるのバレて返してきなさいって言われてさ。ひえーやろ普通は、おい。親も激ヤバなんかい。やっぱり仲間がたくさんいる牢屋で買ってもらうのが一番だよな。あれ仲間であって仲間でないぞ。どうもありがとうございました。まとまってましたよ ね、 そうですね、すごく、うんうん、なんかいっぱい見たからかな。どうでしたか、やってみて。ありがとうございました。思ったより皆さんとんでもなくて。でしょ。そう、変な話、ちゃんと受けてて今までいろんな劇場とか、うんうんうん、今一番受けなかったです。震えました。こんな受けないんや。俺もずっと足震えてたもん。真面目やな思った。こんな受けないんだ。めちゃくちゃ恥ずかしくなりました。なんかさあ、ではですね、10組見終わりました。はい、いかがでしたか、梅ちゃん。もう感覚が麻痺してるわけわからなくなりました。そうですね、名誉なのか不名誉なのかわからないこのシュール1グランプリのハイパーシュール、一番今回シュールだったっていう人、一組ハイパーシュールを決めたいと思います。はい、僕ら演者2人、そしてスタッフさんと決めました。第1回シュール1グランプリハイパーシュールはハンサムキングのお二人。ハイパー嬉しいですね。ハイパー嬉しい。ハイパー嬉しいね。寺田さんはどうですか。ハイパー嬉しいです。なんか楽屋とか、はい、あの出番終わった演者の方とお話したと思いますけども、はい、なんかお話しました。ちょっと人見知りで全然誰とも話してない。いいね。すぐ待つ。そういうとこが僕らも一回めっちゃ言われてたのよ。俺らも楽屋で誰とも喋れんかったん。俺もありのもめっちゃ人見知りやで俺。そうなんですね。当時全然しても2人でずっと喋ってたもん。キャインとかナイナイに出会って心がどんどん開けてったもん。ああ、なるほど。やばかったん。キャインさんたりにやってこいです。ゆでなすてキャインじゃないのなすて。そうだよ、心を開けるキャインを見つけてください。というわけで、はい、第1回のシュール1グランプリハイパーシュールはハンサム金魚のお二人でした。ありがとうございました。以上、シュール1グランプリでした。ありがとうございました。